これは知らなかった。奥熊の川湯温泉。先日、熊野古道を訪れる2泊3日のバスツアーに参加してきました。その1泊目に泊まった奥熊の川湯温泉が珍しい混浴の露天風呂でしたのでご紹介します。 川湯温泉は熊野川の支流大東川沿いにある温泉で河原を掘ると名前のごとく河原から温泉が湧き出る全国でも珍しい温泉です泊まったお宿は河湯温泉にある山水管河湯緑屋でした。 目の前を流れる大東川の河原に、館内の源泉をそのまま引いた宿泊客専用の露天風呂があり、川のせせらぎを聞きながらゆったりと露天風呂を楽しむことができます。露天風呂は男女混浴となり、男女共に脱衣場に露天風呂専用の湯着が準備されています。 女性用は浴衣の形をしたもので、男性用は腰の周りに巻く湯着が準備されています。チェックインした時はすでに日が落ちてあたりは真っ暗でした。夕食を済ませてから、早速川辺の露天風呂を楽しみました。川辺には宿泊客専用の露天風呂が2つありました。 目の前の川の流れのせせらぎを聞きながら、適度な油温の温泉をのんびり楽しむことができました。あいにくの曇り空で星は見えませんでしたが、カジカガエルの鳴き声が遠くの方から聞こえてきて、かなり優雅な時を過ごすことができました。 私が妻と二人でのんびり温泉に浸かっていたところに、2名のフランス人の方が入ってきました。彼らは1ヶ月かけて日本各地を旅行しているそうで、東京、大阪、京都を回って、熊野に来たそうで、今後は四国、九州を回ると言っていました。1ヶ月間の海外旅行なんて羨ましいですね。 年齢は25歳と26歳で、一人の方は看護師で、現在はマスイーを目指して勉強中で、もう一人の方は漫画家になりたいと言っていました。お二人とも日本の漫画をよくご存知なので、話が盛り上がってしまいました。 漫画が死亡の方は先日カメラをなくしてしまったが、しばらくして手元に戻ってきたということで、日本人のモラルの良さを褒めていました。ラーメンの話や寿司の話も出てきましたが、パリのレストランは世界一美味しいと自慢していました。さすがフランス人ですね。 ただ治安については日本の方がはるかに良いと言っていました。いつの間にカモう一つの露店に水着を着た外人女性が入っていましたので、水着でも OK なようですね。翌朝も朝6時頃に川辺の露店に妻と二人きりで入りました。入ってすぐに野生動物の鳴き声が川向こうの森から聞こえてきました。 しばらくすると、向こう岸の川べりの木が揺れると同時に日本猿ザルが現れました。何か白いものを頬張りながら、水辺を右から左へ移動していきます。少し遅れて、2匹目、3匹目が木を揺らしながら川辺に出てきて、やはり何か白いものを頬張りながら、1匹目の通った跡を伝って、左の森の中へ消えていきました。 今回はツアーの一環として河湯温泉に宿泊したわけですが、今まで入ってきた露天風呂とは異なるここだけの自然豊かな趣が大変気に入りました。夜に入る露天と早朝に入る露天風呂は本当にのんびりして気持ちの良いものでした。再度熊野へ来る機会があれば、またこの河合温泉に宿泊したいと思います。 ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。